ドキドキですが。マキちゃんと同級生なんですよ。同じ高校の同い年。近っ。マキちゃんの前で喋る恥ずかしい。本日司会を務めます岡添真希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。松村さゆりです。ちょっと今日はドキドキですが皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の胸元がすごいふわふわの。そうなんです、ね、ご衣装で、はい、ずるかわいいできました。ずるかわいい、はい、ちょっとあの肩も見せちゃったり肌見せもして、はい、ちょっとだけずるかわいいを意識してきました、はい、ちょっとじゃあその、うん、いろんな角度から見せていただいても。いやーん、あ、いいですね。髪の毛もちょっとあのお衣装がかわいい、ずるかわいいなんですけど、髪の毛はまとめて大人っぽさも出してみました。キロン。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。まずは皆様にご挨拶をいただけますでしょうか。はい、おはようございます。ゆうちゃみです。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。あのお二人さまざまな場面で活躍されていますが共演の経験などはあります。お、はい、さっきもあの控え室の方でおーって感じだったと思うんですけれども、結構仲は、はい、あ、でも一緒に番組でお酒も飲んだ仲ですよね、はい、そうですね居酒屋さんで一緒にお酒も飲んだし、はい、でも同じ関西人なんでめっちゃ嬉しいです、ね、ここ3人、はい、ね、そうですよね。私マキちゃんと同級生なんですよ。同じ高校の同い年。近っ。そうなんです、ほんまの、ね、大阪桐蔭の。そう、大阪桐蔭の。大阪桐蔭ですか。高校の時も会ってて、はい、そう、だから本当今なんか不思議な感じで、なんかちょっとマキちゃんの前で喋る恥ずかしい。やば、すごい共演、うん、でも本当に時を経てね、はい、まさか共演できるとはという、ま、でもそのやっぱり高校生時代お化粧が禁止でね、はい、当時かそのまつげ美容液塗っておけばよかったなって、うん、今は思いますね、うんうん、はい、ではではでは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、あ、ではここでお二人ともお座りになっていただきたいので、ハイチェアを入れていただきましょうか。ありがとうございます。